はい、どうも、ゆうくんです。今回も話題の車、そして新型車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。ということで、今回紹介する車はこちら、最新版トヨタボクシーでございます。で、このボクシーも先日安全性能が強化されて、特別照射のきらめき2が追加されたということになっております。じゃあ、見ていきたいと思います。1ページ目に触れてますと、ボクシーの概要が紹介されております。エアロボディの ZS、 そして標準ボディの V がそれぞれ紹介されております。次のページでもボクシーのスタイリングが紹介されております。ハイブリッドモデルの最上級グレードのハイブリッド ZS となりますと、 BBS 製のホイールも採用されて、よりかっこよさが際立っているということになります。で、さらにベルファイア系のカウスキとなっております。次のページではリアビューなどがこのような感じになります。全体的にクールな感じの2番ということになっております。次のページではインテリア、このような感じになります。ブラックインテリアとなっておりまして、かなりクールな雰囲気になっております。次のページではシート周り、このような感じになります。ブラックのシートとブラッドオレンジ、そしてブラックの組み合わせのシートが採用されております。次のページでは標準ボディのスタイリングが紹介されております。こちらはちょっと大人しめな雰囲気になっております。次のページでは走行シーンや使用シーンが紹介されております。次のページではトヨタオリジナルのボディパーツを装着したモデルが紹介されております。フロントスポイラーとリアスポイラーにはイルミも採用されております。次のページではパッケージングが紹介されておりまして、小学校低学年ぐらいのお子さんですと、立ったまま移動ができたり、着替えができたりできるスペースが確保されております。低床フロアということもあって、荷物の積み下ろしも楽に行えるようになっております。さらに乗り降り、そして3列目シートでもリラックスできるようになっております。次のページではこのボクシーにも2列目のロングスライドシートが採用されております。4人乗りにして、このようにくつろぐこともできるようになっております。7人乗りですとセンターウォークスルーが採用されるということで、車内の移動なども楽に行えるようになっております。次のページではシートアレンジが紹介されております。7人乗りですとこのような感じになります。サイドリフトアップチルトシート車が設定されております。その他の7人乗り、8人乗りのシートアレンジ、このような感じになります。次のページでは使いやすさについてが紹介されておりまして、充電用の USB 端子、そして AC100V のコンセントも採用されるということで、様々な機器を充電することができるようになっております。荷室も十分な容量が確保されますし、収納もかなり充実しております。次のページでは安全性能が紹介されておりまして、グレード別でサポカー S ワイド、そしてサポカーの認証を受けているということになります。それぞれの項目が紹介されております。次のページからは安全機能が紹介されておりまして、踏み間違い防止のためのインテリジェントクリアランストーナーが採用されております。急発進防止のためのドライブスタートコントロールも採用されております。次のページではレーザーレーダーと単眼カメラを組み合わせたプリクラッシュセーフティが採用されております。さらに先行車発進交付機能、レンジパーチャーアラート、オートマチックハイビームも採用されております。で、これらの機能はオフにすることもできるようになっております。次のページではライト周りにはバイビームの LED ヘッドランプ、そしてクリアランスランプが採用されております。フォグランプも LED のものが採用されております。そして補助のための VSC も採用されております。ガソリン車にはアクティブトルクコントロールのロックが採用されておりまして、それと VSC が協調制御することもできるようになっております。あと昨年車発進補助のヒルスタートアシストも採用されております。エアバッグも車内全体を包み込むようにレイアウトされるということになります。後続の追突防止のための緊急ブレーキシグナル、そしてハイブリッド車には車両接近通報装置も採用されております。次のページではメカニズムが紹介されておりまして、ハイブリッドシステムですと 1.8 リッターのエンジンと高出力モーターの組み合わせということになっております。ハイブリッドシステムの動作モードが紹介されております。ハイブリッドの最上級仕様ですと BBS 製のホイールが採用されております。走行モードもドライバーが任意で変えることができるようになっております。シフトがエレクトロシフトマチックとなりまして、ハイブリッドシステムインジケーターも採用されております。
次のページではガソリン車のメカニズムが紹介されておりまして、2リッターのエンジンが採用されております。 NB このような数値となりまして、アイドリングストップにも対応しております。7速スポーツシーケンシャルシフトマチックに対応した CVT が採用されております。エコドライブモードのスイッチも採用されております。さらに操縦安定性、そして静粛性を向上させるためのフィンが採用されております。路面状況に応じて素早く的確に四輪に駆動を配分するシステムということになっております。次のページでは広角のバックモニターが採用されておりますので、駐車も楽に行えるようになっております。そして視界も広くなっておりますし、メーターも見やすい仕様となっておりますし、クルーズコントロールも採用されております。マルチインフォメーションディスプレイも採用されますので、車両の情報を細かくドライバーが把握することができるようになっております。あとステアリングスイッチにも対応しております。次のページでは使いやすさが紹介されておりまして、パワーストライドドアの予約ロック機能も採用されますし、スマートエントリーにも対応しております。窓周りですとスーパー UV カットのガラスが採用されております。で、運転席、助手席、シートヒーターも採用されます。で、ナノイー搭載のオートエアコンが採用されております。シートには消臭機能もついているということになります。リアの空調システムも充実しております。オプションでサンルーフも用意されております。次のページではナビとオーディオが紹介されておりまして、最上級ですとブルーレイ対応の地デジナビが採用されております。専用のサウンドシステムも用意されております。 G コネクトにも対応しております。下にはその他のナビやリアのエンタメシステムが紹介されております。次のページではラインナップが紹介されておりまして、ハイブリッドですと ZS、VX というラインナップになっております。肉の7人乗りのみのラインナップとなります。インテリアこのような感じになります。次のページではガソリン車も同じく ZS、VX、そして X ウェルジョインというラインナップになっております。7人乗り、8人乗り、肉4駆でラインナップされておりまして、サイドリフトアップティルトシート車やウェルジョインですと7人乗りということになっております。内装このような感じになります。次のページではグレードごとの装備の価格が紹介されております。次のページでは主要装備一覧表が紹介されております。このような感じになります。次のページではボディカラー全7色で用意されております。でインテリアカラーがこのようなラインナップになります。隣では使用諸言表が紹介されておりまして、下には寸法図も載っておきます。次のページではコンプリートガン GR スポーツボクシーが紹介されております。次のページでは GR スポーツボクシーのスタイリング、このような感じになります。かなりスポーティーな雰囲気になっております。専用のエアロー、そしてホイール、そしてボディ剛性、足回りの強化などがされているということになっております。次のページでは内装もかなりスポーティーな雰囲気になっております。専用のシートも採用されております。専用のメーターなども採用されております。次のページでは主要装備一覧表とボディカラーなどが紹介されております。で、ZS グレードがベースとなっております。隣では主要諸言表と GR のアイテムが紹介されております。次のページでは環境への取り組みなどが紹介されておりまして、隣ではトヨタオリジナル、モデリスタ、TRT それぞれのエアロが紹介されております。次のページではサポート用のアイテムがいろいろと紹介されております。次のページではウェルキャブがいろいろと紹介されております。このような感じです。裏表紙このような感じです。続きまして特別照射のきらめき2について見ていきたいと思います。きらめき2のスタイリング、このような感じになります。より存在感のあるスタイリングになっております。次のページではリアビュー、このような感じになります。内装もよりスポーティーな感じになっております。次のページでは装備についてが紹介されております。キラメキ2のベースも ZS グレードということで、かなり装備も豪華になっております。ボディカラー4色でラインナップされております。隣では主要装備、そして主要諸言表が紹介されております。
プラ用紙にはモデリスタのきらめき2用のエアロなどが紹介されております。はい、ということで今回は最新版トヨタウォクシーについて紹介しました。カタログの内容と話の内容異なる表現等あったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころお聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。このチャンネルなんですけど、基本不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あとツイッターの方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、できればツイッターのフォローもよろしくお願いします。でツイッターのアカウントなんですけど、説明欄の方に、書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。